腰を落ち着かせて。YouTuber なんの？味噌を買ってきました。イエーイ。ちょっとちょっと振らないで振らないで。いいね。今ね何やってるか知ってる？なんだ、菅田将暉コラボ。そう、え、そういや今知ったじゃん。男前やわ。かっけえな。ね、丸いの似合うね、このね、うん、いやいや、そのなんか近くも似合うから。丸いの似合うねってなんだ。菅田将暉に対してそんなこと言ってるやつ見たことないよ。丸いの似合うわ。いやいや似合わないやついないだろ。これ見て、まあね、悪いの似合うね。めっちゃ似合う。いやいやいや、悪いの持ってるけど。こんなさ、ドーナツ持ってこんなかっこよくできる？確かに確かに、すごいよね。でも残念ながら今回のミスドは丸くありません。え、何？なんと今限定のじゃん、ムギュッド丼。え、知らねえ、何これ、うまそう。見てみ、ほら、え、揚げパンみたいな、こういう穴が開いてないのよ。はいはいはい。え、これで、ありがとう。はい、くれんの、最近くれるブーム。あ、重いね、ありがとう。2つもくれんの。はい、これと、まあ、あなたと私が好きなエンジェル系。あ、エンジェルじゃないか。いや、エンジェルクリーム大好き。エンジェルクリームでこれやんな。あ、これ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 。あ、そうそうそう、これのね、オグラあんこもあってん。へぇ、いやろと、普通の生クリーム。でもこれ大好きな、一番好き俺ね。私もむぎゅっと食べてみる。食べよう。そう、あ、あのさ、こんなことより言いたいことがあるんですけど。そうっすよね。そうそうそう。まあ、味噌食べながらちょっと話しましょう。危うく味噌に持っていかれるとか。じゃあ、うまそう。え、これさ、ネバーエンディングストーリーのさ、アトレイユのこのネックレスみたいな。あ、伝わりにくいな。誰もが知ってると思うよ。いやいや、わかるけどさ、あの本にもついてるな。わかるわかる。蛇のやつ、めっちゃそっくりじゃない。多いけど。いただきます。うん、うん、シンプル、うまい、うん、ほんのり甘くて、中は何にも入ってなくって、エアー感があって、うん、若い時やと文句言ってるけど、30過ぎるとこれがちょうど最高。いや、文句言ってたんだ。若い時は嫌なやつだな。中になんかクリーム入れろやって言ってたけど、何にもないけど、この軽さが30超えた私でも最高。ほんでね、はい、ちょっとあの話したいことがありまして、はい、先日の焼き鳥の動画か、うん、で私禁酒してるって言ったんですけど、うん、それのコメント欄にね、2人目ですかっていう、妊娠ですかっていうコメントが来てたので、うん、他の動画とかにも来てたよ、最近禁酒のことで。ああ来てた。そう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 、結構生放送とかでは言ってるんやけど、うん、動画では初めてやったので、2人目かなと思った人も多かったんですけど、それはありません。はい。何今の。片手でバスを入れました。シグマみたいなポーズ。シグマってもヒグマ。ヒグマに分かるか。突っ込めるか今ので。ヒグマかわいすぎんだよ、ヒグマが。はい、で、なんでやってるかというと、まあ、きっかけは、うん、私もう何年も前から逆流性食道炎を患ってまして、うん、逆流性食道炎っていうのは、食っちゃ寝した人がなるやつなんですけど、食べた後寝ることによって胃酸が食道の方にバーって流れ込んで、胃酸を溶かしてめっちゃ激痛が走るってやつなんですけど、それで、まあ、薬を飲みながら食っちゃ寝もしながらやってたんですけど、それは良くないということで、でそれがね、アルコールがなんか食道 のこの管をウィーンって開ける要素があるらしくて、よりあの胃酸が食道に流れ込みやすいって。あ、なりやすいんだ。そうで、私レントゲンだったら酸が通った後が食道に溝がブワーってついてるような、もう悲惨な食道やったんで、まあそれはもうずっと直したいなと思ってて、でね、休肝日を初めて作ってみたんですよ、ちょっと前に、うん、3日に一遍だけお酒を飲むっていうことにしたら、今まで毎日飲んだのね。そう、家で飲むタイプの人間でして、うん、毎日毎日トニーを寝かしつけた後に飲むのが楽しみだったんやけど、ね、あの飲むのをやめた次の朝が信じられんぐらい楽やったんですよ、うん、何この体の軽さ、天使かしらっていう。いや、軽すぎ。天使って体重ないだった。あいつは。
オネちゃんかな、うんうん、クリオネちゃんで、この軽さは何にも変えられないなと思って、うん、で、その日からめっちゃ体調良くなったんですよ、うん、いつもなんかだるい、頭も頭痛もするしな、なんか吐き気もするし、胃もたれもするしっていう朝を迎えてて、なんで私こんなしんどい人生なんだろうみたいな、うん、人生も、そう人生何がいけなかったんだって感じやってんけど、お酒かいってなっちゃう、酒のせいだったと、お前が原因かいってなっちゃう、ずっとな当たり前のように飲んでたからさ、そうそう、飲まないともう寝られないって言ってた、そう思い込んでたんやけど、なんかどうやらそうじゃなかったみたいで、うん、まあ、妊娠中なんかさ、うん、その意識せずともやめてたもんね、なんか全然辛くない感じでな、そう、でもあのノンアルコールビールとか多分飲んでたね、うん、でもなんかお酒飲みたいって感じじゃなかったよな、まあそうやね、なんかその本能がそうさせてたね、ね、うん、それをすんなりやめれてないけど、だからあの時やめれたってことは今もやめれるんかなと思って、で一回も禁酒してみようっていう感じで今禁酒しています、はい、だからまあ一生一滴も飲まないかっていうと分かんない、うん、まあ今後飲むかもしれないね、そうそう、パーってやりたい時はやるし、友達とご飯とかね、今後なったら飲むかもしれないけど、一滴も飲まないってわけじゃないしね、そうそう、そんな固い縛りではないやけど、うん、今のところ別になんか大丈夫やし、うん、そんな朝の体の楽さの方が天秤にかけた時すごい良かったので続いてる感じです。じゃああれですか、コメントにもありましたけど、はい、あのオリラジの中田さんの影響じゃないんですね。そうですそうそうそう、あれね、なんかあの俺から言いたいんだけど、うん、あの動画は焼き鳥の動画を上げたらちょっと前じゃない、はいはい、結構最近じゃない、うん、実はあの動画は3週間ぐらい前に撮ってたんですよ。そうそうそう、そう、生放送見てくれてる方なら分かると思うんですけど、生放送で結構その話をしてて、うん、そうだからそのオリラジの中田さんがその禁酒するっていう動画を上げてたんだよね、うん、そう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 、でうち結構オリラジの中田さんの動画見るから、うん、さっきちゃんもね、うん、そう見てるんですけど、あれは偶然は私が禁酒したタイミングで、ね、ちょっと数日後に上がって、そうそうそう、あ、やっぱり結構体悪かったんやっていうので、うん、おいうちを与えるには、うん、あの効果はあったんですけど、いつもさ16時間ファスティングダイエットとかさ、そう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 、中田さんの参考にしてたらさ、そうそうそう、参考にしすぎてさ、こっち追いついたの、そう追いついた追い抜いちゃった、先に禁止しちゃったそう、まあ、ファスティングダイエットもしつつだから余計に夜ご飯食べんやんか、うん、でお酒だけ飲むのも余計に胃に悪いなと思って、はい、だからちょうどまあいいタイミングかなと思って今やっております。どうですか、禁止してもうさ3週間ぐらい経つんじゃない？経つ、1ヶ月近く経つでしょ、経つどう？なんかもうトニーとずっと生活するとさ、うん、朝から晩までヘトヘトやんか、うん、だからほっといてもくたって寝るので、あんまり今のところ大丈夫かな。ああ大丈夫、今までは暇すぎてその独身とかですね、うん、してない時はなんかもう夜が長かったやんか、うんうん、24時から遊びに行こうみたいな感じやったから、うん、それでお酒飲んだ方が楽しいと思ってたけど、今はそうじゃないからなんか続けれてますね。なんか無理やなと思って、ストレス溜まるなと思ったら全然飲みますけど、うん、はい、で今のところは全然飲まなくてもストレス別に溜まらず、ね、今のところは大丈夫、ね、いいことだね。お肌もさご覧の通りツルツルしてきた。ツルツルしてきた。やっぱ健康は。確かに。でしょう。最近またなんかツルツルしてきたような気がするな。そうなんですよ。だからまあこういうね、こういう炭酸水とか。炭酸水な。はい、飲んでますけど。じゃあ最近あのあれ欲しいよね、炭酸水作るやつ。そう。炭酸なんか家でシュってやるやつやろ。そうそう。なんかそういうソーダメーカーみたいなやつ。そうそうそう。あれな。さきちゃんがさ、この前間違えてあの水大量買っちゃったからさ、ペットボトル、あ、そうそうあれはね、そう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 誰かいる倍の量ぐらい買っちゃったからあれをな、炭酸水にしたい。ガスシリンダーが近くのスーパーになくってさ、あれをネットでやるとさ、引き取りに1000円かかんねん、余分に。あ、そう、そう、だから近くに売ってる人はあれ買った方が絶対得やけど、ないからな、ちょっと諦めて。あら見てこれいつの間にか今何この状態、カメラをバッテリーを切り替えた途端に座りよう、腰を落ち着かせYouTuber なんの、自らカメラの方向くじゃん、え
いいポジションにいるね。みなさんこんにちは。わ、YouTuber で稼ぐ。自分のご飯ぐらい自分で稼ぐ。たくましくなってきました。というわけで、まあ、私が禁酒してる理由はそんな感じですので、はい、あの2人目妊娠したわけではございません。はい、ございません。もし、まあ、我が家はもともともう1人かなっていう話し合いをしているので、そうね、2人目は考えてません、今のところ考えてません。でもまあこの先どうなるかわからないんですが、もし2人目ってなった時はあのタイトル詐欺せずに2人目ですっていう動画を上げますので、はいはい、タイトルとかサムネイルとかでわかるように、はい、言います。しますので、それ以外の動画でなんかそうかなって思うことがあったとしても、そういう時はそうっていうので、勘違いしないようにしてください。はい。はい、以上です。はい。ミスドうまかった。うまかった。まだちょっとまだ食べれません。はい。さよなら。さよなら。うん。うん。あ、うまっ、もちもち。そう、もちもちして。あ、カメラ。